戸田さんの解説の雰囲気、神戸が狙うところって言ったらサイドで水滴エリアを作ってるところ、あとはツールドロックのところ、あとはそこの絡んでくる選手の実際第三の動きってところ、そこの部分がうまく神戸は掴みきれてないだなというところですかね。あとは戸田さんの解説の雰囲気、戸田選手のモノマネをする際っていうのは、まあ一つずつしっかりと、ラインを作るというか、あとは、ちょっと特徴的な髪型をするというか、でも最近は全然特徴的なこと髪型じゃないので、ただちょっとおしゃれな感じを出すとか、まあこの2つかなと思いますね。あとは戸田さんの解説の雰囲気、日本のサッカーの解説者っていうのは中山選手とか、あとは松木さんのようにこう感情を出すところとか、あとは僕とか戸田選手とかのように、あと岩政選手のようにこうロジックで、理論的に話すところ、あとは内田選手とか、そういうところで、まあ、人気を取っていくというところ、まあ、この3つのラインで、解説者っていうのは分けられてもいいのかなと思いますね。あとはさあ本日も J リーグジャッジリプレイスタートです。ドグソの条件にも体にいっちゃったらもう印象悪いから、私自身はドグソだと思ってます。